どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、一週間のね、クレジットカード、ホテル、航空会社、ニュースね、まとめて紹介していきたいなと思います。はい、ということで、まずですね、ニュート。これ結構前にですね、えー、年末年始、年始だったかなはいた、あの、ガチャがね、引けるということで、このね、あの、ガチャが引けて、その時もね、ポイントがもらえて、しかもね、これ、 ポイントが蓄積されるっていう感じで、この海外ツアーとかホテルとかでね、利用することができる、まあサイトなんですけれども、えー、ポイントがね、もらえるキャンペーンが年始にやってたんですよね。で、今回ね、2周年ありがとうキャンペーンということで、またね、ガチャが引けるのが来ております。で、これね、年始に引いた方、5000円とかね、当たった方いらっしゃると思うんですけれども、今回のね、ポイントも足して利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、ぜひ、えー、やっといてください。一回回せて、あとね、シェアしたら、 えー、さらにもう一回回せるみたいな感じですので、まあ私の LINE 公式アカウントとかにね、適当に回していただければ、あの、二回引けるっていう風になりますんで、こちら五千とかね、当たりますので、まあそうするとね、前回五千当たってる人は、こちらね、海外のホテルとかね、一万円引きで利用することができるっていう風になりますんで、これはね、結構いいのではないのかなと思います。概要欄にね、えー、公式サイト捨てておきますんで、ぜひこちらチェックしてください。 それでは次にですね、こちらね、USJ のワンデーパスのね、あの値段の画面なんですけれども、 ユニバーサルスタジオジャパンって1日券ね、9400円だったり、9900円だったりね、こちら、USJ って日によって値段違うんですね。私ね、知らなかったんですけども、まあこれがね、何度よっていう話ですよね。このユニバーサルスタジオジャパンのね、入場チケットが、なんとですね、三井住友カードの V ポイントで交換することができるんですよね。しかもね、こちら、まだね、修正が入ってないのかな昔のまんまになってるのか、まあ昔からこういう いう感じでお得に利用することができるのかわかんないんですけども、ワンデーパスね、8500ポイントで交換することができるんですよね。これ非常にお得ですよね。8500ポイントで、このね、えー、この金曜日とか9400円。 え、どういうだったら9400円、9900円とかね、日もありますけれども、ま、基本的にですね、少しね、お得に利用することができるっていうふうになっておりますんで、三井住友カードのね、V ポイントを貯められている方に関しては、全然いかないっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、一応ね、こちらお得に利用することができるっていうふうになりますんで、V ポイントの利用先として一つね、頭入れといていただければなと思います。これ非常にお得ですよね。ま、先日ね、紹介したホテルニューオータニのね、クレジットカード 持っていればホテルの食事券とか宿泊券とかにもねこの V ポイント交換することができるっていう風になりますのでこの V ポイントね本当にいろんな利用先がねあるので本当にいいですよねそれでは次です、えー、こちらね三井住友銀行のオリーブ新しいキャンペーンがですねやってまいりましたオリーブアカウント入金上乗せキャンペーンということでオリーブ新規口座開設 &5 万円以上の入金とエントリーで 6000V ポイントもらえるっていう風になるんですよね。こちら 6000V、新しい V ポイントで、あの、付与されるみたいですね。 はい。で、えー、期間が、えー、3月の8日から4月の30日。キャンペーンの概要としてはですね、まずね、通常で、オリーブ講座アカウント解説時に翌月末までに1万円の入金で 1000V ポイント。で、またね、上乗せキャンペーン、今回のキャンペーンで、えー、4月30日までに新規講座開設プラス5月31日までにエントリーしていただいて、エントリーですね。エントリーしていただいて、さらに5万円以上入金していただくと、さらに 5000V ポイント。 合計 6000V ポイントをね、獲得することができるっていう風になるんですよね。非常にいいですよね。銀行系のキャンペーンで、ここまでですよね、なかなかないと思うんですけども。 エントリー期間ね、5月31日までになっておりまして、まあ、それまでにですね、講座解説、エントリー、またね、5万円以上入金していただければ、合計6000ポイントでもらえちゃうっていうふうになりますので、こちらね、まだオリーブ、講座解説されてないっていう方は、ぜひね、この機会に利用ね、していただければなと思います。で、オリーブはですね、紹介プログラムありますので、もしね、紹介プログラム利用してエントリーしていただくとですね、こちらね、1万円入金しといていただかなきゃいけないんですけれども、 こちらですね。エントリーしてね。そうすると、さらに 1000V ポイントもらえるっていう風になりますんで、合計 7000V ポイントをね、もらえるっていう風に。 なりますで、こちらもね、紹介コード等々は、えー、概要欄に載せておきますので、エントリーと紹介コードを忘れずに入力して利用していただければなぁと思います。またね、ちょっとこちらはね、今確認中なんですけども、今までね、公式サイトのキャンペーンって併用することがポイントサイトできたっていうふうになりますんで、こちらね,ね、ポイントサイトのポイントインカムなんですけども、カムトゥークーポンね、今来ておりまして、このカムトゥークーポンっていうのは、このページね、概要欄に載せておきますんで、ここでね、参加するをクリックしていただいて、A 案件と B 両方利用していただくと、さらにね、3000ポイント、えー、もらえるっていうふうになるんですよね。ですので、ここで3000、ここで1500。 まあこの DMM プレミアム30日無料とか利用していければ、プラス2000っていう風になりますんで、4700円分のポイントがね、全部で獲得することができるっていう風になるんですよね。ですので、こちらのね、キャンペーンともしね、併用することができれば、7000プラスっていう風になりますんで、まあそうするとね、11000以上ね、ポイント取れるっていう風になりますんで、 これから発行される方はぜひね、こちらも利用ね、しといていただければなと思います。ちょっと併用できるかどうかはですね、今確認中なんですけども、多分できると思いますので、まあこちらからね、やって損っていうのはね、ございませんので、とりあえずここからやって、 おいてこのキャンペーンとこのキャンペーンエントリーと入金ね、ぜひしといていただければなぁと思います。このオリーブっていうのはですね、三井住友銀行の新しいね、クレジットカードということで、今ね、一般ゴールド、プラチナプリファードあるわけなんですけども、一つ懸念点がございまして、私ね、一般カードを最初入会したんですよね。で、先日プラチナカードを入会して、今プラチナカードを持っているっていうふうになるんだ、プラチナプリファードね、持ってるっていうふうになるわけなんですけども、 このね、オリーブのクレジットカードっていうのは、銀行とクレカ、あとポイントカードが全部一緒になっているクレジットカードっていう風になりますんで、これね、解約するの結構めんどくさかったんですよね。私は一般からプラチナに切り替えたんですよね。で、このずっとプラチナ、私みたいにずっとプラチナ持っていきますよっていう方はね、あの、特に支障はないんですけども、あの、い1年間でやめたいっていう方は、 このゴールドとかね、100万円利用していただければね、福電銀行無料になりますし、一般カードもね、無料になりますので、あの、解約しないで済むカードをね、あの、発行していただくのが、まあ、いいかなっていうところですかね。まあ、ずっと使うんだったらね、私みたいにね、いいんですけれども、1年間で切り替えるっていう方は、これね、解約するの2週間ぐらいかかって、またね、1回解約すると、あの、これ、銀行のキャッシュカードも一緒になっておりますんで、 キャッシュカードもね、また別に送られてきて、で、またね、あの別の入会すると、またあの、カードが届いてみたいな感じで、まあ、ひとまずね、あの、解約するのめんどくさいっていうふうになりますんで、一応この点がね、懸念事項っていうふうになりますんで、まあ、一般化ゴールド。 まあ、ゴールで100万使うかね。まあ、そちらで利用していただくのが、まあ、いいのではないのかなと思います。まあ、どれでもね、初年度は年会費無料っていうふうになりますんで、今までね、3月31日でももうついてなかったと思うんですけども、とうとうね、今月いっぱいでこのキャンペーンも終わるんですね。 ですので、えー、ラグ月以降ですね、このゴールドプラチナね、発行する方は気をつけてください。これね、審査落ちるとね、あの、クレジットカード機能がないね、このカードが届いて、年会費請求されるっていうふうになりますんで、もしね、発行されたいっていう方は今月中にね、特にゴールド、一般は別にいいんですけどね。 はい。ぜひ、今月中にね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、必ずもらえる2%ボーナスキャンペーンが、外科チーム手数料無料のイデアから発表されております。3月7日から3月の21日ということで、 キャンペーン内容は、えー、2つの、えー、応募モッションをクリアで2%ボーナスをプレゼントということで、えー、ミッション1、春の目標を設定しようということで、1万円以上で、えー、1万円以上の目標金額をね、設定してくださいということで、アプリでね、設定する必要がございます。で、2つ目が達成に向けた第一歩1万円入金しようということで、3月21日までにアプリ内合計1万円以上入金しましょうということで、これで、えー 応募完了。あとは、付与されるのを待つだけということで、付与は3月下旬にね、予定されているっていうふうになります。で、ボーナス付与のイメージということで、このキャンペーンね、上限設定されてないんですよね。これもすごいですよね。ですので、イデアって100万まで確かチャージすることができますんで、100万入れとけばその2%もらえちゃうってことですもんね。で、期間中に5万円入金したケースのえ例なんですけれども、5万円入金してイデアで決済しなかった場合は、その 2%1000 円がね、 もらえるっていうふうになります。で、イデアで決済があった場合、5万円入金して1万円使いました残高4万円ですってなった場合は、800円ということで、不思議なことにね、これ、使っちゃうとね、あの、ボーナスが減るっていうね、キャンペーンになりますので、もしね、利用される方は、入金しっぱなしで決済しないようにね、していただくと2、2%ボーナスが3月のね、末にもらえるっていうふうに、 なるんですよね。で、こちらですね。外貨事務手数料はね、かからないということで、まあ私の方でね、こちら非常にお勧めさせていただいているっていうふうになりまして、イデアですね、ちょっと前にね、紹介キャンペーンをやっておりまして、まあそこで作られた方はですね、物理カード無料でね、発行、あの実質ね、無料で発行できると思いますので、まあそれでいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、このカードね、ポイントサイトハピタスで今ね、1000円分の案件が出ております。で、そちらを経由していただくと1000円もらえるっていうふうになりますんで、まあ実質無料 でね、今も物理カードをね。手に入れることができるっていう風になりまして、ちょっとね。pc だとその画面が出すことできませんので、あの概要欄にね載せておきますんで、そちらからねポイントサイトハピタス経由でイデアね。発行していただければ1000円もらえて、その線で、えー、発行手数料ね。あの払っていただければ実質ね無料で発行することができるっていう風になりますんで、このイデアですね。アメックスからキャッシュを経由してイデアにチャージしていただければアメックスのね。クレジットカードで。 え、外貨事務手数料をね、無料で海外でね、あの、使用することもできるっていう風になりますんで、ぜひね、この機会に発行ね、しといていただければなと、 思います。それでは次ですね、ビューカードなんですけれども、こちらね、選べる特典ということで、年間決済額に応じてね、あの、特典がもらえるものがね、あるわけなんですけれども、JRB ポイントね、2万ポイント、まあ、ありますので、まあ、これ紹介するかちょっと迷ったんですけども、一応ね、こちら新規で始まったっていうふうになりまして、ギフティボックスセレクトっていうのは選択することができるようになったみたいですね。1万2000ポイントということで、まあ、JRB ポイントね、2万ポイントもらえるっていうふうになりますんで、まあ、そこまでお得で、はな ないんですけども、一応ね、今年の、えー、選べる特典でね、選択できるようになりましたということで。このカード持ってる方ね、結構いらっしゃると思いますので、ぜひね、覚えておいてください。それでは次ですね、みんなの銀行、こちらね、いまだに、あの、紹介コードと口座解説していただければね。あの、せ円がね、あの、もらえちゃうね、キャンペーン継続中なんですけれども。なんとね、クイック入金の利用で、最大二千円ね、もらえちゃうキャンペーンが来ております。こちらね、え、二千二十四年の、え、二月の二十九日から五月の三十。 1> 1日まで大和証券コネクトのクイックに入金リリースキャンペーンということで、この大和証券コネクトね、私の動画のチャンネル見ている方ね、あのポンタポイントをもらえるキャンペーンありましたよね。これで8 あの、口座解説されてる方ね、非常に多いと思いますので、ぜひね、こちらみんなの銀行口座解説持ってる方も持ってない方もですね、持ってない方は今ね、紹介コード入れて口座解説していただくと1000もらえるっていう風になりますので、ぜひこちらね、利用してください。こちらね、2万円入金するだけ2000もらえるっていうね、めちゃくちゃお得なキャンペーンになっております。で、特典ですね、台湾証券コネクトへの入金10%最大2000円をプレゼント。台湾コネクト証券へクイック入金を利用してみんなの 銀行から入金すると期間中入金額の10%最大2000円をプレゼント詳しくはキャンペーン詳細をご覧くださいということでこちらねあの参加方法ねちょっと実際にやろうかなと思ってたんですけどもこのページ非常にわかりやすいんでねあの大和証券コネクトアプリの、えー、前メニュー入出金をクリックしていただいてメニュー内のクリック入金をタップしていただきますそうするとですね 口座連携するスイッチをオン。画面の指示に従って操作で連携完了。連携完了後、入金が可能になりますということで。あとは入金金額を設定するだけで、リアルタイム入金が可能ですということで、これで2万円入れていただければ、2000円もらえるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。台湾証券コネクトのね、持ってる方、このアプリね、ありますよね。非常に簡単でね、利用することできるっていう風になりますんで、ぜひね、ちゃちゃっと2000円ね、取っといていただければなと思います。それでは次。 ですねこちら選べる e g ギフトっていうね、こちら ANA トレーディングやってるね、あの、ギフト、e ギフトショップっていうのかな。はい、あの、ギフティーみたいなのありますよね。まあ、これがね、この ANA トレーディングです、ね、え運営されているわけなんですけれども、ANA カード会員ダブルボーナスキャマイルキャンペーンがね、今開催されております。こちらね、え3月限定で ANA カード購入 ご,入ご購入で通常の2倍のマイルプラス購入金額をおいてボーナスマイルがプレゼントということでこちらね1000以上決済していただければえダブルマイルプラス100マイルで3000以上利用した方はダブルマイルプラスえ150マイルねもらえちゃうっていうふうになりますんでこの e ギフトっていうのはですねこういったねあの もらった人がまあ選べる、まあ、こういったところで、ね、選んで使えるデジタルギフト券っていう風になりますんで、まあ、こちらね、ご夫婦とかでね、あの、送り合っていただければマイル取れるっていう風になりますんで、もしね、ここら辺で利用予定ある方に関しては、ぜひね、こちら利用してください。私もね、西松やベビちゃんがいますんでね、結構使えますんで、まあ、これはね、ちょっとやっておこうかなっていう感じですね。 それでは次にですね、ユナイテッド航空成田セブね、新規就航動画ね、昨日ね、出させていただきましたけども、まあもうね、あの、限定公開にしましたので、見たいっていう方は私のコミュニティ欄からですね、限定公開の URL から見ていただければなと思うんですけども、成田セブビジネスクラスユナイテッド航空のね、サーチャージなしで、ANA マイルで往復4万マイルでね、発見することができました。こちらがたい7、8時間ぐらい開放されてたのかな はい、すぐね、あの、閉鎖されてしまって、今もうね、あの、発見することができないわけなんですけども、2024年7月の31日だったかな。はい、成田7ね、え、ユナイテッド航空新規就航する。で、またね、今後、普通にね、あの、開放されると思いますんで、まあ、そうなるとね、多分、ユナイテッド航空のマイルだと、エコノミークラス22000とか、多分そこら辺で設定されると、 まあ思いますんでね。このユナイテッドコーね、成田セブ新規就航ねえ、発表しましたんで、これは朗報ですよね。まあちょっとね、もうちょっとね、あの長い時間ね、ANA マイルね、ビジネス4万マイル往復でね、え取れたら良かったんですけども、私もね、ちょっと悩んだ末でね、ちょっとやめて考えようかなと思ったらなくなってしまったんでね。まあこれは残念だったわけなんですけども、いや、こんなすぐね、閉鎖されると思ってなかったので、ちょっとびっくりですね。 まあでもね、あの、ユナイテッド航空の B を ANA マイルで取る場合ね、日本発着って確かサーチャージあったはずなんで、まあ今回ね、あの、エラーうんちみたいな、まあそんな感じですかね。はい、発見できた方はぜひね、コメントいただければなと思います。 それでは次にですね、皆さん ANA スカイコインまたね、アップグレードポイント、有効期限大丈夫ですかね ?2020 年3月に入りましたんでね、もうスカイコインも今月いっぱいで去年交換した分はね、あの、有効期限切れるっていうふうになりますし、アップグレードポイントもですね、有効期限で、ね、迎えると思いますので、まあ、アップグレードポイントに関しては ANA スカイコイン交換しといていて、ANA スカイコインに関しては残りね、利用ねし、し忘れないようにね、していただければなと思います。 それでは次にですね、ANA のね、こちら公式の X のポストなんですけども、え3月4月国際線のえ免税販売品の紹介ということで、村尾がね、今プリオーダーサービス出ているっていうふうになりますんで、こちらね、ANA に乗る予定ある方はですね、今ね、予約しておくとえ購入することできるっていうふうになりますんで、ぜひこちらチェックしておいてください。それでは次にですね、羽田空港国内線ターミナルサテライトえ、別途のご案内ということで、このね、あの、離れてるえサテライトありますよね。 こちら、ANA ラウンジとスイートラウンジがね、ない関係で、えっと、ミルクーポンじゃなくて、ANA フェスタの1000クーポンだったかななんか、あの、上級会員ね、あの、配ってたのが、2020年3月31日で終了っていうのが、 発表されております。ですので、4月以降ね、そのクーポンに関しては利用することできなくなるっていうふうになりますんで、ぜひこちら押さえておいてください。で、またね、こちら今はね、バスでアクセスするわけですけれども、こちらね、今後、2025年だったかなはい、歩いて行けるようになるみたいですね。で、またですね、先日ね、紹介させていただいた 114番ゲートの ANA ラウンジありますよね。お寿司が提供されているということで、ぜひ利用してくださいって話をさせていただいたんですけれども、なんとですね、こちらのラウンジね、はい、営業終了するみたいですね。 はい。3月30日をもって営業終了ということで、お寿司がいただけるね、ANA ランジャー2020年3月30日をもって閉店っていった形になりますんで、利用予定の方はですね、ご注意ください。それでは次にですね、こちら Uber のね、プレスリリースなんですけども、Uber アプリ予約機能初登場ということで、 こちらね、2月の29日に、ね、発表されておりまして、国内初となる Uber 廃車アプリ予約機能提供を開始しましたということでえ、本機能はプレミアムなハイヤー車両を簡単かつリーズラム配車でできる Uber プレミアムが対象となり、東京23区と成田空港間移動において、 え、90日前から予約が可能になりますということで、これね、便利で良さそうですよね。まあ、ちょっとお値段はね、やはりタクシーなんでね、高いと思うんですけども、予約することがね、できるようになって、またね、対象エリアもちょっと限られてるみたいですので、まあ、気になる方ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、まあ、予約することができればね、非常に楽でいいですよね。それでは次にですね、ANA も、えー、ネイサーチャージ引き下げが発表されました。2020年4月1日から5月31日購入分までということで、まあ、今、 今までですねこちらですね2月1日から3月31日は3万8,000東京日本から北米ハワイ除く北米路線ね 3万8000だったわけなんですけれども、え、こちらがですね、4月以降に発見していただくと、3万3000円ということで、まあ一応2段階ぐらい下がったみたいですけどね、全然まだ高いですよね。東京から、だから北米とかね、行く場合は、6万6000円往復でね、ネインサーチャージかかるっていうふうになりますんで、まだ高いですよね。やはり、ハワイとかでね、ネインサーチャージ往復1万5000とかね、はい、1万とかね、ないとかね、<laughs> そのぐらいまでね、下がってほしいですよね。 まあ今ね、あの日本から北米路線はですね、先週ね、細かい話でさせていただいて、まあ今度ね、一本の動画にしようかなと思ってるんですけれども、今、JAL マイルでアメリカン航空発見していただくのね、一番お得っていうふうになりますんで、東京ニューヨークね、27,500マイルでね、 あの、片道ね、発見することができるっていう風になりますんで、往復で発見しなきゃいけないんですけども、ジャルマイルでアメリカン航空非常におすすめっていう風になりますんで、ぜひこちらチェックしといてください。それでは次にですね、プリンススマートインということで、ちょっと前にね、 細かい話でしたと思うんですけども、プリンスホテルのね、プリンススマートイン宮崎、とうとう開業日決定ということで、2020年2月の20日に決定っていうふうになります。こちらね、ポリンスホテルのホテルブランドのね、プリンススマートインっていうのがね、あるわけなんですけども、とうとうね、 え、開業はね、発表されたっていう風になりますんで、アメックスのゴールドプリファード、またね、アメプラ持っている方は、え、プリンスホテルのね、あの、ステータス持ってると思いますんで、宮崎行かれる際はぜひチェックしてみてください。それでは次にですね、こちらマリオットボンボイのプレスリリースなわけなんですけども、とうとう来ました。 はい、ということで、えー、MGM コレクションウィズマ with ボンボイ o、えー、デビューということで、とうとうですね、あのベラージオホテルありますよね。MGM グループで、あの、噴水のね、ラスベガスで有名なホテルなわけなんですけども、あのベラージオがなんとね、えー、3月の6日からになるのかなはい、マリオットボンボイアプリで、えー、予約することができるように、 なりました。こちらね、一泊大体いいね、800ドルから900ドルぐらいっていう風になりまして、マリオットボンボイポイントだと大だ体いい15万ポイントで宿泊することができるっていう風になりますんで、 ま、あすごいお得かっていうと、ま、あ1ポイント0.8とか0.9とかね、0.7とかになってしまいますんで、ま、あそこまでね、お得にはならないんですけども、えー、マリオットボンボイのね、もう予約がアプリでね、あの、こちら予約することができるようになっておりましたので、ラスベガス行く予定のある方は、このね、MGM のホテルも一応ね、チェックしてみていただければなと思います。私もね、ラスベガス行く際は、ちょっとこのベラージオね、泊まってみたいですよね。ラスベガスといえば、ベラージオみたいな。ま、あそのぐらいね、有名ですもんね。 それでは次にですね、なんとね、ANA マイルですね、バージンオーストラリアの羽田ケアンズ路線。 特典航空券発見できるようになっておりました。こちらちょっとツイッターでね、教えていただいたわけなんですけれども、エコノミークラス、ビジネスクラスで発見することができて、なんとネインサーチャージなしの15,380円ということで、エコノミークラスで往復4万0千マイルっていう風になりますんで、片道だと2万2,500マイルですか非常にいいですよね。で、またね、ビジネスクラスも発見することができて、往復ね、7万5千マイルっていう風になりますんで、こちらもね、 えー、いいですよね。えー、ビジネスクラスもね、ちょっとね、空席はそんなに多くないですけれども、今もね、予約、あの、取ることができるっていうふうになりますんで、ケアンズで、ね、行ってみたいっていう方は、ぜひね、こちらもチェックしてみていただければなと思います。結構まだ空席はね、ビジネスの方は少なめ、えー、エコノミーの方は結構ありましたんで、ま、ぜひね、こちらは、え、チェックしてみていただければなと思います。ネイ、ね、サーチャージね、かかんないんで利用することができますんで、非常にいいですよね。 はい。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、もう少しね、お付き合いください。で、今回ですね、こちら、えー、この面は大丈夫かなはい。JAL カードはですね、新デザインになりましたということで、まあ私ね、動画内で言ったと思うんですけども、新デザインね、あの、切り替えさせていただきました。で、ちょっとね、皆さんにね、 お見せしたいなというところで、本当はね、一本の動画にしようと思ってたんですけども、ちょっとね、私もハワイ行ってた関係で、あの、すぐにね、受け取れなかったので、もうね、あの、開封動画とかね、結構出ているっていうふうになりますんで、まあ今回ね、この細かい話で、ちょっとね、紹介していきたいなと思います。ということで、開けましょう。はい、ということで、開けます。表面には何にもないんですね。いいですね。かっこいい。はい、こういった形になります。私はね、ビザの国際ブランドの、 JAL グローバルクラブのクラブ A カードですね。こちらは一般カードになります。はい。ちょっとゴールドカードみたいなね、この輝きですけども、私は一般カードということで、どうでしょうか。いや、いいですね。カード番号等々はね、全部裏面に記載で、表にはね、本当にこの JAL グローバルクラブと、ちょっと上にね、JAL カードって書いてあるだけで、特にね、他に記載はない。まあ、ビザっていうのはね、入っておりますけども、いや、かっこいいですね。この、ちょうどね、 ここのデザインがね、飛行機の尾翼みたいになってるのかなはい。いいですね。かっこいい。で、カード番号はね、全部後ろに書いてありまして、後ろもね、全部エンボスレス。まあ、ああの、ツルツルのね、あの、何にも凹凸がないね、デザインになっているっていうふうになりますんで、いやー、いいですね。はい。とうとうね、13年ぶりでしたけどね。はい。新しくね、デザイン変わったっていうふうになりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひね、切り替えしてみていただければなと、 思います。ということで、こちらね、JAL のね、新しいクレジットカードっていう風になります。はい、ということで、今回ね、紹介した内容に関してはね、全部ね、概要欄に公式サイトあるものは のすでを置きますのでえ、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、利用することが無料でできるようになりましたんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ